出番か。よし、キャッチ。ここは…渋谷だよな。なんかいつもよりフラフラするな。目覚めた時一人なの久しぶりだな。あの時以来か。どこに行ったんだ。とりあえずいつもの場所に行ってみるか。私がもっと…あの女の子…と思ったらリリカ。髪下ろしてると全然印象違うな。てかちょっと白部屋に行ってたのが長かったくらいで俺のこと殺すなよな。ストレートパーマなのか。すっごいサラサラでいいじゃんか。え、おい、なんだよリリー、どうした。なあ、もしかしてあれか、失恋でもしたのか。してないよ。
なんか調子狂うな。他のみんなはどうしたんだ？みんな？花火たちのこと？花火とかイロハとか。イロハ？イロハってアリハネの？今さら何言ってるの？は？いやいや、リリこそ何言って。白部屋に。てかな、お前らリリが元気ない理由知ってるか？え、リリ元気ない方がいつも通りじゃん。いやいや、明らかにおかしいだろう。突然イメチェンしてるし。カウション、カウション。どうしよう、悪魔が。落ち着いて。出現場所は、タケラホじゃん。なんだラッキー。これチャンスじゃない？これでうまく3人とも片付いてくれたらな。片付くって何言って。ああ、悪魔のことか。とにかくタケラホに向かおう。はあ、なんでうちらがタケラホに行かなきゃいけないのよ。あんたにとっても都合いいんじゃないの？俺の都合？本当にさっきから何言ってんだよ。あいつらだけじゃ変身もできないし。ほら、助けに行くぞ。助ける？あんたこそ何言ってるんだ。そうよ、あんたまさかそっちの味方になったわけ？え、何わけわかんないこと言ってんだ。おいリリー、こいつら何言って。私もう戦えない。はあ？おいリリー、どうしたんだよ突然。ずっと嫌だった。この間だって私のせいで。あー、もうじゃかし、うじうじしたってしょうがないでしょ。それより今は変身できないことの方が問題じゃない？これからどう戦っていくか考えなきゃ。は？変身できない？お前らこの間だって変身して。もうあんた何言ってんの。昨日だって何度も試したけど変身できなかったじゃない。って、そういえば昨日あんたいなかったんだっけ。てか昨日だけじゃないな。変身できなかった時っていつもオムニスもいなかったような。いや、そりゃそうだろ。お前ら俺が近くにいないと変身できないんだから。っていうかこのくだり何回やるんだよ。あ、もうとにかく俺は先にタケラホに向かうからな。おい、もしあいつが言ってることが本当だったらタケラホの連中だけ変身できることになるんじゃ。え、それちょっとやばいかもね。そのままオムニスあっちに取られちゃったら。でも変身できたってもうどうしようもないよ。とにかく様子を見に私たちもタケラホに向かおう。そのあんのか。あいつらが悪魔に引き裂かれる無残な姿とか見物だしね。リリも行くでしょ。私は。断る理由なんてないだろう。私たちは今のところは仲間なんだからさ。カウション、カウション。くそ、こんな時に悪魔通知なんて。どうしましょう。ねえ、一旦逃げた方がいいんじゃない？しかし
逃げると言っても。くそ、もう揺らぎの中だとは。青、赤。オムニス、お前今までどこにいた？もう、肝心な時にいないで今頃のこのこと。おい、オムニス、どけ！うわぁ！えい！おい！今ギリギリだったぞ！いくら俺に当たらないからってな！てか、変身しないで悪魔にダメージ与えるってお前、急激にめちゃくちゃ強くなってないか？赤、大丈夫か？このレベルの悪魔なら、変身なしでも二人で協力すれば、幸い数もそう多くなさそうだ。無視？おい、青ズ！うるさい！気が散るから黙ってろ！お前な！っていうか俺が来たんだからさっさと変身すればいいだろ。ああ、変身なんてとっくにできなくなって。まさか、なぜ。青、油断しないで、後ろよ。やっぱり魔法少女に変身するとはるかに力が違うわね。なぜ突然変身できるように。まあね、今はとりあえずこいつらをどうにかしよう。話はそれからだ。行くぞ赤。あいつらやはり変身できてる。じゃあやっぱオムニスが言ってたのって本当だったってこと？でも、まだオムニスが原因ってわかんないよ。別の要因があったのかもしれないし。えいっ！よし、こっちは全部やっつけたぞ。こっちも片付いたわ、青。あら、皆さんお揃いで偵察にでも来たのかしら。偵察も何も、どうやらオムニスがいれば変身できるらしいじゃんか。まだそうと決まったわけじゃないだろう。何しらばくれてんのよ。そう言うならさっさとオムニスを渡しなさいよ。オムニスが変身の鍵になると分かった以上、そうやすやすと渡すわけにはいかないですね。ちょっと待て、なんだよこの険悪な雰囲気は。俺をめぐってマジ喧嘩することないだろ。今まで通りみんなのオムニスってことで。うるさい、あんたは黙ってな。赤、オムニスを確保しとけ。ここは俺が食い止める。ふーん、1対3なんて舐められたもんじゃない。私は戦いたくない。ったく、使い物にならないな。行こう行こう。うん。おい、お前ら仲間同士で何やって。おい、やめろって。落ち着けよ。何なんだよ、なんでこんな。よし、一個の本気見せてあげるんだから。やはり一人は少しきついな。しかし、なかなかやるじゃん。花火さん何か落として。うっさいな、集中してんのに話しかけてくんなよ。お花火さん、これちょっとリリー、何突然出てきてんのよ。そんなとこ行ったら邪魔。敵に背を向けるとは愚かな。
リコ、リコイコ、大丈夫か？今助けるから。赤、今のうちだ。ここは俺に任せて先に退却してろ。待て、お前イコ、そんな、おい、起きろよイコ、イコ。ちょっと、うるさいですよ。この中に入っててくださいね。なんだこれ、どうしてすり抜けられないんだ。青、無事を祈ってるわ。早く行け。そう。そんな、イコが。おい赤、どういうことだよ。なんでお前ら仲間同士で。さっきから何言ってるの。いつも通り戦ってるだけじゃない。あ、ハオ、よかった、無事だったのね。ああ、とりあえずうまく巻いてきた。大丈夫？どこか怪我してない？おい、イコはどうした？無事なのか？やけにイコの肩を持つな。まあ、あの様子だと、もう起き上がりはしないだろう。本当にイコを殺したのか？青、お前、一体…あなたこそ一体どうしたの？今までだってずっとこうやって…今まで…そうだ、アキサは、エリザは、どこ行ったんだ。覚えてないのか。お前記憶喪失とかなんじゃ。アキサとエリザはとっくに死んだじゃないですか。あなたも喜んでたじゃない。アキサとエリザが死んだ。そんな、悪魔にやられたのか。いや、確か花火にやられたんじゃないか。まあその後悪魔に食われてた気もするけど。アキサとエリザだ。お前ら、まるで別人みたいじゃないか。いや、本当に別人なのか。え？それを言うなら、あなたの方が別人みたいですよ。いつからそんなに情にもろくなったんですか？大体、執行者であるお前が最後の一人になれば望んだ可能性を得られると言うから。ちょっと待て。俺がそんなこと言ったのか。何をしらばっくれているんです。私たち全員をこの抜けられない戦いに引き込んだのはあなたなんですよ。なんだって。まさか。おい青、赤、イロハはどうした？アリハネの奴らは。イロハ？ああ、遊べイロハのこと？彼女は本当に最初の方にやられたのよね。確かチャールズの奴らが倒したんじゃなかったか？あまりにもあっさり死んだんで驚いたが。お前ら。
まあでもあなたがいる限り主導権はもうこちらのもの。おとなしくここに入っててくださいね。カウション、カウション、カウション。また悪魔か。しかもこの近辺。まあ魔法少女に変身できるなら楽勝だが。青、もう揺らぎが発生してるわ。悪魔が来るみたい。前回より数が多いな。おい、アカン、早く変身して。ダメ、変身できないのよ。なぜ、さっきはちゃんと。おい、オムニス、どういうことだ。お前がいれば大丈夫なんじゃなかったのか。なぜ変身できない。え、嘘だろ、そんなはずは。